クルド人の民族舞踊は中東地域、バルカン半島や東欧の国々に見られる人々が手を繋いで踊る伝統的な踊りの一つである。踊りの輪に一人あるいはカップルの踊り手が加わっていく形をとる。イスラーム百科事典によると、クルド人は彼らのすべての祭り、誕生日、新年、ノールーズ、婚礼、その他の式典で歌い、踊る。注目すべきは、 クルド人以外の周辺のイスラム教徒の人々とは異なり、クルド人の民族舞踊では男女が混じって踊ることである点である。クルド人の踊りは過去数千年にわたってのクルド人の生活の実態を反映している。歴史的記録、地理的位置、クルドの生活様式、信念、仕事と闘争、戦争と喧嘩から生まれたリズミカルでエレガントな動作はハルパーククルド語。 ヘルパーク、ヒルパーカと呼ばれている。中東の広大な地域に広がる様々な動き、スタイル、派生を含み約3500万人のクルド人たちが歌い、踊っている。何千年もの間のクルド人の生活や文化において特別な場所が存在することなどがクルド人の踊りに反映されている。よく観察するならば踊り手たちの微妙な歌とジェスチャーに気づくことができる。 ほんの少しの例として、ハウシェールに感謝し、残儀の残虐行為に対抗し、ガリャンでの喜びと幸福が挙げられる。クルド人の村での婚礼の儀式クルド人、特に余暇のある多くの女性にとって、踊りは主要な文化的な活動の一つである。クルド人の主要な4つの居住地域において、何百もの踊りが観察されており、個々の村は、それぞれ独自の踊りを持ち、 個々の踊りはその地域の変化と名前を持つ。多くのクルドの踊りは名前が付けられていないか、クルドの踊りとは認識されていない。特に、トルコでは、クルドの踊りをトルコの踊りに分類していることが多い。ほとんどすべてのクルド人の踊りは、社交的であり、頻繁に男たち、女たちが一緒に踊っている。踊りの体系には、炎上、半炎上、まっすぐの列、 の三つの形式がある。踊り手は手をつなぐ、肩を組む、小指でつなぐ、腰の後ろで手を組む、といった形でつながるのが典型的である。男性特有の踊りは素早さと運動能力が特徴的で、女性の踊りではより繊細な足、肩、膝と首の動きが特徴的である。踊りを先導する人はサプイと呼ばれ、イランのいくつかのクルド人地域では、 セールチュピと呼ばれている。先導者は右手にカラフルなハンカチーフを振って踊る。また、サプリは転じて踊り一般を指す言葉にもなっている。少なくとも一つの踊りの場を弾き終わるまで誰もサプリである。彼、彼女と交代しないのが伝統的なルールになっている。それ以外の踊り手はガワニと呼ばれ、時には列の最後の踊り手を指すこともある。踊り手たちは 様々な年代の人々で分かれて踊る。いくつかのクルドの踊りには、さらに変化や多くの派生がある。ゲイディアンの踊りは、速い動作である。ディランの踊りでは、半円状で交互に並んだ男女の踊り手たちが、手やディースロックと呼ばれるカラフルなハンカチで繋がり、列の先導者と末尾の者がディースロックを巧みに、動かして踊りの輪を動き回る。先頭の踊り手は、 多くの力強さを見せたり、独自の即興的な動きを加えて、独自の踊りのステップや動きを強調して見せたりする。チャピは、左を意味する、チェップ、または、チャップという単語に由来する。この踊りはとてもシンプルなクルドの踊りの一つで、左足を2回前に踏み込んだ後、右足を2度踏み戻しながら、炎上を進んでいく。セペは、 シャップに似ているが、遠心に向かって動いた時に、右足で荒々しく、地面を打つ。その他、各地に、アシュの踊りがあり、それぞれ独自の形をしている。場所によって、踊りが同じでも進む方向が異なっていたりする。踊りにおける動作は、様々な観点から、クルディスタンの様々な地域で異なり、踊りに伴う喜びや、有慮の感情は、 それぞれ独自の特別な場所と結びついている。踊りのリズムのいくつかはもはや各地で共通ではないが、クルド人たちの独特な状況にもかかわらず、多くの形態が保存されている。主だったところで、ゲリアン、チャップ、ダグハ、ディーラン、ホーシャー、シェコニー、カーニアミリ、ダグハ、シェイネ、ザンギ、シェコック、セパ、コセリー、レブロン、ファタハ・ポッシュ、シェラン、セイハー、 ムークリー、サベロニー、ガーリー、比較的新しく踊られ始めたものは、なず、ファークス、バフローとわずかしかない。なお、クルマンジーとソラニーの言語的な際が、並行して、音楽と踊りの際に現れている。クルマンジーの踊りでは、踊り手の体は直立した状態で、両手は体側にまっすぐに下ろして、互いの指を絡ませた状態で互いに緊密に接して、つながっている。 アルメニアの民族舞踊で見られるように小指を介して手をつなぐ踊りも知られている。動きは鋭くエネルギッシュでとても印象的である。クルマンジーの踊りとしてはケシコ、セパクリー、ガーザンヌ、パプリ、メイロック、ターミロブ、シセノが海外でも知られている。イラクのクルディスタン地域のクルマンジー地域であるベフディナーン県ではシコニーが一般的に踊られていて、 この踊りは、クルディスタンのユダヤ人コミュニティやシリア人にも踊られている。ソラニーの踊りのステップは、より単純であるが、肩を連続して上げたり落としたりし、体を揺らしたり曲げたりして、魚になったような感じで流れるかのように踊る。ソラニーの踊りとしては、ジャーダン、セッピー、キャニム・ミリー、セピが知られている。クルマンジーの最も一般的な踊りの種類は、 トルコ語でエライとして呼ばれているもので、クルド語ではゴバンドと呼び、踊りのリーダーはセルゴベンド、またはセルサムと呼ばれている。ソラニーでは踊りを指す二つの言葉ヘルパークとチョピーがあり、踊りのリーダーはセルセッピーと呼ばれている。クルドには多数の種類の歌があるため、クルド語で歌という言葉を表現する方法は数多くある。クルマンジーで 最も一般的な用語はキルムまたはストロンで、それを歌う人はストランベイと呼ばれる。同様にソラニーでは歌はゴラニーであり、歌手はシャイエーアまたはゴラニーベイと呼ばれている。クルドの民謡の多様性はとても豊富ですべてを書ききれないが一例を挙げるとロークで短い歌からなるラブソングの一種です。m e m u g やディムディームのような壮大な ロマンスの詩はトルコのソスやバラマに似た弦楽器であるテンバーを伴奏にデンベホと呼ばれる歌い手によって朗読される。踊りの時にはしばしば精巧な衣装をまとう。衣装は非常に多様ですべて地域に根ざしており各部族に固有のものがある。それぞれの踊り手が衣類を作っているので部族中でも変化がある。衣装は明るく着色されているのが一般的で 多くの衣服を重ね着している。衣装についても独自の共通的な服を持っている。女性のドレスは地域によって違っており、ドレスを見ることによってその女性がどの州、または都市から来るかを知ることができる。男性に関しては、シェイラーシャピーク、またはレングジャックスと呼ばれるバギーパンツとシェアウォールと呼ばれる上着のシャツを身につけており、ベルトあたりに長い布を締める。 伝統的にクルドには、語り部、銀遊詩人、詩人の3種類のクルドの古典の演者がいる。クルドの王族の宮廷に関わる特定の音楽があるわけではなく、夜の集会で演奏される音楽が古典音楽とみなされている。その中にはいくつかの音楽形式が存在する。サラー・フッティーンのようなクルド人の過去の英雄について、 その物語を語る詩で人気の高いロイックのような歌があり、それらは本質的に女子詩的である。ヘイレンズは通常、別れと失恋の憂鬱を表現する愛のバラードである。ロージェは宗教音楽の一形態であり、ペイザックスは秋に特別に演奏される歌である。ラブソング、ダンスミュージック、結婚式、その他の祝典の歌。 エロティックな詩や労働家も人気が高い。踊りの音楽は通常、早い表紙とコードに調律されている。主にズルナと D ーホルを使用する。ありがとうございます。